飯を、まず約2キロ盛ります。ちなみにご飯は今日はあえて酢飯じゃなくて白ご飯です。そしてかっぱ寿司さんでお取り寄せした南マグロのたたきとネギトロを、まあ、盛り合わせにしていきます。はい、いつもご視聴ありがとうございます。おはこんにちばんは、おしんちゃんこと小瀬あやです。本日は、かっぱ寿司さんのネギトロで、ネギトロ丼を4キロ作りました。30分の早食いに挑戦してみたいと思います。今日はちょっと大きいタイマーじゃなくてちっちゃいタイマーなんですけど、頑張っていきたいと思います。よーい。スタート！いただきます。あ、ウニ合うかも。ちょっと待って、冷える。エアコンつける。エアコンつけます。ネギトロ思ったより体冷える。チート炙ります。なんかツナ丼って感じになった。
ね。途中炙らないときつくなっちゃった。なんかこう、ご飯とネギトロの量がそもそも半々って結構ハードル高いのかもしれない。とりあえず完食しようと思います。お疲れ様です。最後、一口です。ごちそうさまでした。ネギトロが思ったより苦戦しまして、制限時間には全然間に合わなかったんですけど、まあ、無事完食はすることができました。皆さんもネギトロが、私はね、炙って食べるのも好きなんで、ぜひぜひお好みの食べ方で楽しんでみてはいかがでしょうか。ここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。